ートの改良は繰り返すほど良い。新幹線に車両入線用のヤードを新設。だが、その改良に伴う問題も浮上。こんにちは、白うさぎ総合車両所です。我が家の鉄道模型レイアウト、実は何十回も改良を繰り返し、今の形になっています。今、この形のレイアウトが完成された最終型のレイアウトであると思っています。これまで、レイアウトが完成し、車両を走らせていくと、物足りなさや満足のいかない部分が必ず発生する。そうすると、レール配線を変更したり、レールを延伸させたり、ストラクチャーの配置を変えたりと、納得のできるレイアウトが完成するまで何度も改良を繰り返してきた。満足いかなくなる理由というのは、6畳という狭い部屋に在来線と新幹線のフル編成と、さらにローカル線と地下鉄線を全て盛り込んだレイアウトを作ろうとして、レール配線が密になってしまうこと。それは自分が欲張りであることが原因だが、これは今のレイアウトの前に作っていたレイアウト、在来線と新幹線が同じ平面に作っていたため、ご覧の通り複雑なレール配線になってしまっています。特にこの部分、すごい立体交差になっています。レールだらけでストラクチャーすら置けない状態。さすがにローカル線は同じ平面に施設できないので、この部分に作りましたが、在来線とローカル線は独立しているので、都心からローカルへの直通走行を楽しむことはできません。さらに地下鉄もあり、低い位置に地下鉄レールが施設されているので、寝転がないと見えない状態。高さが10センチしかなく、奥に手が届かないため、レールのメンテナンスも厳しい。実はこれよりもさらに昔に作ったレイアウトもありましたが、そのレイアウトはもっとひどかったです。残念ながらその画像は消失してしまい、お見せできませんが、在来線と新幹線のフル編成と、さらにローカル線と地下鉄線を盛り込んだこの欲張ったレイアウトを作ってしまった結果、レイアウトのレール配線が複雑になり、勾配と分岐の増加で電圧降下や脱線多発、レールだらけのレイアウトでストラクチャーすら配置できない事態に。結局は改良することで良くなるはずのレイアウトも逆に問題だらけのレイアウトになってしまった。同じ平面のレイアウトに新幹線と在来線とローカル線を盛り込むのは不可能と判断。これらの問題がきっかけで、ラック棚を使用した三段式レイアウトが誕生するわけである。三段式のレイアウトにしたことで、新幹線と在来線とローカル線をそれぞれの段に分けたスペースに余裕が生まれ、ストラクチャーの配置も複雑すぎるレール配線も改善した。さらに段差を生かした地下鉄レイアウトも可能になった。ようやく現状のレイアウトが納得のいくものになったと思っている。だが一つだけもう少し改良したいところがあった。それは新幹線の車両を入線させるためのヤード。これまでは新幹線車両を本線で入線させていたが、勾配区間で入線が大変だった。それを改善できればと思い、今回新幹線入線用のヤードを作ることにした。そのヤードをどこに作ろうか、いろいろ考えた結果、新幹線ホームの下に作ることにした。ところが、ここには本線が通っているので、この本線をどうするか。そこで、新幹線のホームの下に本線を通し、二重高架にする。もともと本線があったところに新幹線のヤードを作ることにした。ホームの部分が二重高架になったため、駅に入る手前の区間も勾配調整しないといけない。このままでは急勾配になってしまうため、新
新幹線の走行が苦しい。なので手前の高架橋の距離を少しでも伸ばし、緩やかな勾配を作ることにした。そのためにこの山も思い切って削ることにした。山を削った分のスペースにレールを移動。山とレールを取り外しました。山が置いてあったこの土地も少しでも勾配を緩やかにするためかさ上げをします。山を削りレールの位置を変更させることでレールの距離を伸ばし、勾配を極力緩やかにさせます。そしてレールを矢印の方向に移動させ、橋渡しの板も移動させます。こんな感じになりました。削った山をここに置いて、山と山をつなげた山も無駄なく再利用。レイアウトの改良は繰り返すほど良くなるのは事実。繰り返すことで改善できる点は多く、レイアウトの制作技術や想像力の向上にもつながった。ただデメリットとしては、改良の都度お金がかかること。レール配線を変更すれば不足するレールが出てきたり、組み合わないレールが出てくる。また追加するストラクチャーやいろいろと不足するものも出てくるので、なるべくなら改良せずに済ませたいものだが、やっぱり納得のいくレイアウトに仕上げたい私は、改良を何度も繰り返す。こうしてなんとか最終形にたどり着いた。レイアウトが完全に完成した時、今度は車両の方をもっと充実させていきたいな。